皆さんこんにちは。お笑い芸人の今来るよさんが27日膵がんのため大阪市内の病院で亡くなった。28日所属事務所の吉本興業が発表した。1970年に高校の同級生だった今行代さんと共に女性漫才師の今北大さんに弟子入り、73年女性漫才コンビ今行代来るよを結成した。男性中心の漫才界でお互いの体型や派手なファッションなどをネタにし、体を張ったギャグや軽妙な掛け合いで人気を集め、80年代の漫才ブームに乗って一世を風靡した。1984年情報漫才大賞の大賞など多くの賞を受賞し、女流漫才のパイオニアとしてテレビや舞台などで活躍、長年にわたって幅広い人気を集めた。来るよさんはどやさのキャッチフレーズでもおなじみだった。行代さんは2015年5月28日に胃がんのため亡くなっており、訃報からちょうど9年で来るよさんの訃報も伝えられる形となった。コンビ時代の受賞としては情報お笑い大賞第10回、1981金賞、花王名人大賞第2回、1982最優秀新人賞を筆頭に、情報漫才大賞第19回、1984大賞、昨夜この花賞第2回、1984大衆芸能漫才情報お笑い大賞第15回、1986大賞などがある。2022年4月に行われた吉本興業の特別公演「伝説の1日」に出演した際には「感極まってます、ほんまに久しぶりやから、お客さんもいいお客さんやったね、ほんまにどやさやったわ、どやさ」とのコメントを寄せていた。漫才コンビ今行くよ来るよで1980年代の漫才ブームを牽引した今来るよさんが膵がんのため27日大阪市内の病院で死去した。京都市出身。通夜は30日午後7時、葬儀告別式は31日午後1時、公益社天神橋会館大阪市北区で営む。お別れ会の予定は現在のところないという。1970年に夫婦漫才島田博之会今北大の今北大さんに弟子入りし、その後高校時代の同級生で同じソフトボール部だった今行代さんと今行代来るよを結成。細身で濃いめのメイクとつけまつげがトレードマークの行代さんと、ふくよかな体型に派手な衣装の来るよさんは強いインパクトで笑いを呼び込み、1980年代の漫才ブームを支えた。女性同士の漫才コンビの草分け的存在としても活躍。女性同士の珍しいコンビに当時はオーディションでも罵声が飛んできたという。そんな中で2人で励まし合いながら芸の道を進んだ。行代さんは2014年に胃がんが見つかった。来るよさんは闘病する行代さんを献身的にサポートし、行代さんはステージに立ち続けた。行代さんが亡くなった後、来るよさんの憔悴ぶりを多くの後輩芸人が心配した。行代さんが亡くなったのは2015年5月28日。仲良しコンビは1日違いで他界。発表が行代さんの命日となった。ネット上でも来るよさんの訃報発表日が28日だったこともあり、同じ日にと忍ぶ声が相次いだ。綺麗でスリムな行代さんと、ふくよかで明るい来るよさん、ある時から華やかな衣装になり、どんどん売れていかれたように思います。テンポがよく息の合ったコンビでした。行代さんがまくし立てて話すと、来るよさんが青筋立ててとか厚化粧が崩れるとかいうようなツッコミをして、行代さんは来るよさんの体型に関したオチで反撃する笑いでした。今ならパワハラになるのかな、笑かしてなんぼの漫才、子供の私も笑ってました。今来るよさん2024年5月27日膵がんのため大阪市内の病院で亡くなられました。享年76歳でした。5月28日、所属の吉本興業から発表がありました。大変残念ですね。なんと、相方の今行代さんは2015年5月28日に胃がんで亡くなってます。偶然とはいえ、一日違いだなんて、こんなことあるんですね。驚きです。来るよさんは膵がんだったんですね。来月には77歳のお誕生日が、
やってくるはずだったのに、もう少し長生きしていただきたかったですね。ご本人が一番無念かもしれませんね。最後にお姿を見た時は車椅子で登場されて痩せられてましたが、明るいクルヨさんの表情だったので復活を願っていました。ご本人も闘病中、舞台復帰を目指して頑張ってらっしゃったのかもしれませんね。イクヨさんが亡くなられた後はユニットを組んだこともある中川家ら後輩の活躍を楽しみに過ごしてらっしゃったそうです。また吉本興業の方から今来るよさんの詳細について発表があるかもしれませんね。明るく周りを元気にする今来るよさんの漫才は、子供から大人まで文句なしに楽しめる漫才でした。本当に残念です。子供の頃から親しみ一世を風靡した昭和のベテラン漫才コンビがまた一つ消えてしまいました。今来るよさん、お疲れ様でした。私たちに楽しい漫才をありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。漫才の相方だった今生代さんが2015年に亡くなって以来、ピン芸人として活動していました。2009年9月22日の大阪ナンバーグランド花月で舞台出演中に倒れました。不整脈が原因だったそうで、冠動脈バイパス手術を受けた結果、ふくよかな体型から約 5kg も痩せてしまいました。約3ヶ月間の休養後、同年12月2日の大阪京橋花月にて舞台復帰を果たしています。最近の活動としては、昨年車椅子に乗って吉本新喜劇に出演し、約3年ぶりの舞台出演を果たしました。今年は第26回情報演芸の殿堂入り名人として今行くよ来るよが表彰されました。代理人の方が来るよさんのメッセージ、天国の行くよちゃんもきっと喜んでくれているを代読されています。最近は痩せられて車椅子に乗ってらっしゃるせいか、小さくなった感じにお見受けします。昨年の舞台の写真を見ると黄色い衣装が映えてお元気そうな笑顔でした。京都明徳高等学校、当時は明徳商業高等学校時代、2人ともソフトボール部に所属していました。生代さんがセンターキャプテン、来るよさんはマネージャー、当初キャッチャーでした。3年生の時全国大会で準優勝しています。1970年 OL を辞めて島田洋介、今来ますように弟子入りして漫才の道へ進むことになりました。どちらが誘ったのか分かりませんが、お仕事辞めて一緒に漫才師になるって単なる思いつきでは難しいと思うので、学生時代から仲良しだったんでしょうね。ソフトボール部で全国大会で準優勝されてるってすごいチームワークが良かったんですね。生代さんの喋りが達者で早口で流れるように話されます。頭が切れるしっかり者の生代キャプテンをがっちりと受け止めるマネージャーの来るよさんという関係性も漫才を見てると納得です。辛い練習にも耐えてこられたんでしょうね。部活動で培った根性や努力は売れない時代に諦めずコツコツと漫才を精進する礎となったのですね。その後の情報漫才大賞など数々の受賞も、お二人の漫才が多くの人々に愛された証ですね。今年の情報演芸の殿堂入り名人の表彰式に代理人が出席されているところを見ると、長時間のお仕事に復帰されるのは今のところ難しいのかもしれませんね。体調や季節にもよるのでしょうが、調子のいい時には昨年の舞台出演のようにお顔を拝見できる可能性もあるかもしれませんね。コロナが完全収束したわけではないので、体調の管理等以前よりも気をつけてらっしゃるのかもしれませんね。日頃の生活が車椅子だとすると、なかなかテレビや舞台に出演するのが難しいのかもしれませんね。明るい来るよさんの笑顔と元気が出るどやさをまた拝見したいです。漫才師今来るよさんが27日膵がんのため大阪市内の病院で亡くなった。所属の吉本興業が28日発表した。来るよさんは京都市出身。1970年に今来ますように弟子入りし、その後高校時代の同級生で同じソフトボール部だった今行くよさんと今行くよ来るよを結成。細身で濃いめのメイクとつけまつげがトレードマークの行くよと、ふくよかな体で派手な衣装の来るよが
お互いのルックスやファッションなどをネタに、体を張った軽妙な掛け合いを展開、女性コンビの先駆的存在だった。後輩思いで知られ、舞台衣装の靴やスーツをプレゼントしたり、食事をご馳走したりするなどし、大勢の仲間から慕われ、お腹をポンと叩く仕草、両手を顔の前で交互に前後して、ドヤさの決め台詞。後輩芸人にもいじられ、愛されてきた。1981年、情報お笑い大賞金賞、82年、花王名人大賞最優秀新人賞、84年、情報漫才大賞など、受賞多数。情報演芸の発展へ大きく貢献し、23年には今行くよくるよとして、第26回情報演芸の殿堂入りを果たした。行くよさんが亡くなった後は、女性芸人のイベントプロデュースや、ユニットを組んだこともある中川家ら後輩の活躍を見守りつつ、22年4月、大阪ナンバーグランド花月で開催された、吉本興業創業110周年特別公演、伝説の一日に、出演したのが最後の舞台になった。通夜は5月30日午後7時、葬儀告別式は31日午後1時、大阪市北区天神橋 4-6-42、公益社天神橋会館で行われる。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。